幽霊塔江戸川乱歩前回の続きからですこうしてしまえば和田銀子と野杖明子と同じ女だという証拠はなくなってしまったわけですね僕の美しい夢をぶち壊した憎い証拠品はこの世から 消え失せてしまったわけですね気でも違ったようにわめく私を老先生はあっけに取られて見上げ見下ろしていたが別に怒りもせず苦笑しながら言うのである「あああんたはまだ迷いの夢が覚めぬと見える」「その面さえ壊してしまえば明子が正常な女になるとでも思っているのじゃないかね」「まあ仕方がない。 大切な記念品じゃが、5000円であんたに売ったと思って諦めましょう。しかし念のために申しておくが、もしあんたがこの2つの面さえ壊してしまえば、もう秋子の全身を証拠立てるものは何もない。秋子は安全だと考えているとすれば、それはとんだ思い違いですよ。実は例の黒川弁護士に頼まれて、同じものを別に一組作り、 つい今しがたそれを渡したところなのじゃああさては最前鏡に映った黒川が小脇に抱えていたのは秋子と銀子の老面の写しであったのかそうですかいや僕は今さら秋子をかばうつもりはありませんではこれで失礼します心の奥底を見抜かれたような気がして 私は思わず弁解しながら慌てていまを告げるのであった手首の秘密先生の海成洋館を出たのはもう夕方であったがそれから夜半の下関行きの列車が出るまで私はあてもなくまるで無遊病者のように 東京市中を歩き回った。知人を訪ねるでもなく買い物をするでもなくただ夢のように見知らぬ町々を歩き回った汽車に乗り込むと私はすぐ寝台に潜り込んで朝も一番遅くまで捨て鉢のように眠ったがさてそれから下関までの間連絡船から長崎までの間 長い単調な汽車の中のわびしさ思うまいとしてもあ子さんのことを今はもう愛してはならぬあ子さんのことを繰り返し繰り返し考えないではいられなかった私は一体これから幽霊島に帰ってどうしたらいいのだ森村探偵は多分私との暗黙の約束を守って アキコを婚姻しないで待っていてくれるであろう。帰ればまずあの探偵につかまるに決まっている。そうすれば私は、あき子を強引なさいと答えるほかはないではないか。だが私にはとてもそんな勇気はない。先生が鋭くも看破したように、私の心の奥にはまだ多分の未練が残っている。 のっぴきならぬ証拠を見せつけられて、勾弁の余地はないのだけれど、なんとなくその証拠を信じたくない気持ちがある。後院されてゆくア子さんの姿を見るに忍びない。いや、それよりもかえって彼女と顔を合わせることさえ、私には恐ろしい。彼女に会って、私は何を言えばいいのだ。 あの忌まわしい老面を見たことを告白するのか私にはとてもそんなことはできそうもない彼女に恥を与え悪女と罵るのが我がことのようにつらいのだもう少しそっとしておいてやりたいできるなれば老面のことなんか忘れてしまってあくまで正常な女と信じ込んでいたい 私の考えはだんだんめめしい方へ傾いていったそしてふと思いついたのは黒川弁護士のことだ彼は一体何のためにわざわざ先生のところへ出向いて老面の写しを手に入れたのであろうひょっとしたら明子さんが彼の意に従わぬ悔し紛れにあの老面で彼女を脅迫するつもりではないのか そうだ。その他に同盟の使い道なんかあるはずがない。これは打ち捨ててはおかれぬ。幽霊島に帰る前にまず長崎市の黒川の事務所を訪ねて彼の心底を消してみなければならない。黒川は私などよりもはるかに深くア子さんを知っているのだから会ってみればまた意外な収穫がないとは言えぬ。 結局、黒川弁護士を訪ねることに決めて長崎市に下車したのはもう午後の10時を過ぎていた少し遅すぎる訪問だけれど黒川の事務所は住宅を兼ねているのだから東京から帰ってさえいれば会えるに違いない鏡に映った様子では彼は帰りを急いでいる様子だったからあれからすぐ昼の特別急行列車に乗ったとすれば。 私よりも10時間余り早く長崎に着いているはずなのだ黒川の事務所は寂しい屋敷町にあるのでその頃は付近の家も寝静まり往来にも人通りはなくまるで深夜のような静けさであった駅から遠くもないところなので私は車にも乗らず暗い町をテクテクと歩いて行ったが 黒川の事務所に近づくと何者か黒い人影が入り口の前に佇たずんでいるのに気づいた「その様子が通りすがりの人ではないし」と言って黒川を訪ねてきた人でもない「なんとなくうろんなところがある」「もしや泥棒ではないかと私はわざと足音を高くして入り口に近づき」 「かまわずベルを鳴らした」「怪人物は私の足音に驚いてこそこそと逃げ出したがすれ違いさまちらと見ればそれは背の高い345歳の男で取り打ち帽子をまぶかくかぶり大きな黒眼鏡をかけ街灯の襟を立てて口元を隠すようにしている」「いよいよ怪しいやつだと思ったがちょうどその時」 中から事務所のガラス戸が開かれ黒川の書生が私を生じ入れたのでついそのままに見過ごしてしまった私はア子さんのことで心がいっぱいになっていてそんな男にかかり合っている余裕もなかったのだ玄関に入るとそこの靴脱ぎにハイヒールの女の靴が脱いであるのが目についた。 独身者の黒川のところへ今頃こんなしゃれた靴を履く女が訪ねてきているのかと少し変に思ったので書生に「お客さんですか?」と訪ねると「口止めされているのかいえ別に」と曖昧な返事をした応接間に案内されて少し待っていると黒川が不機嫌な顔をして入ってきた。 おや、北川さんでしたか。こんなに遅く、何か休養でも。無遠慮に迷惑そうな顔をしてみせる。いつか幽霊島の温室で明子さんを脅迫しているところを、私に妨げられ、それを今なお何もっているのだ。いや、遅くなってすみません。急にあなたにお目にかかる用事ができたものですから、東京からずっとここへやってきたのですよ。 え、東京から黒川は腑に落ちぬ顔で聞き返すえ東京の親行政先生のところから今帰ってきたところですえ何ですって黒川は飛び上がらんばかりに驚いた感情の激しい男と見えてもう顔色を真っ青にしている そうです。あなたと一足違いに私は先生を訪問したのですそしてあきこさんの身の上をすっかり聞いてきましたえ僕と一足違い僕の訪問したことをどうして鏡の間の鏡にあなたの後ろ姿が映ったんですいやそればかりではありません僕はあなたが例の2つの路面を持ち帰ったことも知っているんですよ 一旦あなたはあの名を何に使うつもりです明子さんを脅迫するのではありませんか黒川はしばらくの間返事をすることも忘れたようにまじまじと私の顔を見つめていたがやがて決心がついたものか苦笑を浮かべながら答えたいやそこまでご存知なれば今更隠したてはしません。 いかにも老麺を持ち帰りました。その用途はお察しの通りです。僕は今朝帰るとすぐあるものに託して、あの二つの面を幽霊島の明子さんのところへ届けました。ああ、もう取り返しのつかぬことになってしまった。それにしても何という素早いやつだ。今度は逆に私の方が眼色を変えなければならなかった。 でその結果はその結果私の予期していた通りのことが起こりました相手は勝ち誇ったように冷然として言い放ったしかし黒川君それでは亜希子さんがかわいそうじゃありませんかあなたは残酷だとは思わないのですかはっはっは残酷だったかもしれませんだが 僕にこんな真似をさせたのは他ならぬあんたですぜ。あんたが明子さんの心を引きつけて離さぬものですから。僕としては最後の非常手段を取るほかなかったんです。え、僕が明子さんの心を引きつけているとは。そうですよ。明子さんは本来僕の妻となるべき女です。もうあなたもご存知でしょうが、あの女を牢から救い出したのも。 野杖昭子としての新しい生涯を開いてやったのもみな僕の力になるのです僕は当然あの女を妻とする権利があると考えていますところが相手はただ僕の恩を感じているばかりで愛情の話を始めると何のかのと言って逃げを張るのです愛情のないものを妻とするのも不本意ですから僕は気長く親切を尽くして時期の来るのを待つつもりでいたのですが そこへ君が横愛から飛び出してきて、秋子さんの心を奪ってしまったのです。こういうことになると分かっていれば、秋子さんをあなたのおじさんのところなどへ入り込ませるのではなかった。僕は実はそれを残念に思っているのです。私はなんとなく心臓をくすぐられるような感じであった。 黒川がこんなに言うほどア子さんが私を愛していてくれたのかと思うと彼女の訴状を知り尽くした今でも妙に嬉しいのだもはや結婚もできず愛してはならぬ女と分かっていても心の底から湧いてくるうれしさを隠すことはできぬのだ私は顔が赤らむのを意識してその恥ずかしさを紛らすためにわざと怒った顔をしてみせた。 たとえあなたのおっしゃるのが本当だったとしても、それだからといって、こんな非常手段をとって、か弱い女を脅迫するのは卑怯ではありませんか。男らしくないではありませんか。いや、そんなお説教、今さら君から聞きたくはありません。それよりも差し当たって、秋子さんが君のものか僕のものかをきっぱり決めるのが先決問題です。 そんなことを我々二人で決められるとおっしゃるのですか。決められますとも、ただ一言で決着するのです。いいですか。さあ、返事をしてください。君は秋子さんの訴状を知った今でも、あの人を妻にする勇気がありますか。私は答えに窮して黙っていた。残念ながら妻にするとは言い切れないのだ。 どちらですか君はおじさんの前でこの女はおてつばあさんを殺した下手人でその上脱老までしたものですが私は亀よりもこの女を深く愛しますから結婚する決心ですと立派に生きる勇気がありますか?」。こう問い詰められては私は現在の本当の心持ちを告白するほかはなかった。